スーパーボールは NFL の優勝決定戦。アメリカンフットボールの最高の大会であり、アメリカ最大のスポーツイベントである。NFL の2つのカンファレンス、アメリカンフットボールカンファレンスとナショナルフットボールカンファレンスの優勝チームの間で争われる。毎年2月上旬の日曜日に開催されており、スーパーボール当日はスーパーボールサンデー、または スーパーサンデーと呼ばれ、事実上アメリカの祝日となっており、年間で感謝祭に次いで2番目に食料が多く、消費されることでも知られる。200以上の国と地域でテレビ中継されており、特にアメリカでは毎年テレビ番組で年間最高視聴率を記録するなど、極めて注目度の高いコンテンツになっている。 1960年に誕生したアメリカンフットボールリーグが数年で NFL を脅かすライバルリーグに成長したことを受けて1966年6月に NFL コミッショナーのピート・ロゼールと AFL 創設者でカンザスシティチーフスオーナーのラマーハントとの間で会談が行われ両リーグの合併が合意に達したそれに伴いリーグが統合されるまでの間 MLB のワールドシリーズに範囲を取り、AFL と NFL の優勝チームが、シーズン終了後に対戦することも決定。1967年1月15日に、第1回が行われた。そして1970年に、両リーグが統合。第5回からは、QNFL チームが、主に所属する NFC の代表と、QAFL チームが、 主に所属する AFC の代表が対戦する形となって今に至っている。スーパーボールの名付け親はラマーハントとされる。第1回当時の正式名称は AFL-NFL ワールドチャンピオンシップゲームであった。ハントは彼の子供たちが当時流行していた玩具のスーパーボールで遊んでいるのを見て、これとカレッジフットボールでポストシーズンに行われている。 ボールゲームの語を組み合わせたスーパーボールという名称を考案し大会名称を決定する会議で提案した。これに対しロゼールはスーパーという単語が砕けすぎていると難色を示したと言われている。しかしスーパーボールの方が世間に定着したことから第3回からは正式名称となり第2回までも遡ってスーパーボールと呼ばれるようになった。 スーパーボールに優勝したチームには、ティファニー社製のビンス・ロンバルディトロフィーと呼ばれるトロフィーが与えられる。名を冠されているビンス・ロンバルディは、グリーンベイ・パッカーズの名コーチとして知られ、第1回と第2回のスーパーボールを連覇している。また、優勝チームのメンバーには、スーパーボール・リングと呼ばれるチャンピオン・リングが与えられる。この指輪を持つことは、NFL 選手にとって、 最高の名誉である。スーパーボールの優勝回数が最も多いのはピッツバーグスティーラーズとニューイングランドペートリオッツの6回。出場回数が最も多いのはニューイングランドペートリオッツの11回である。1980年代までは一方的な試合内容になることも多かったが、サラリーキャップ制度やウェーバー方式のドラフト制度も功を奏し、 1990年代以降は、試合終了間際まで、勝利の行方がわからない試合が増えた。スーパーボール優勝チームは、ホワイトハウスに招待されることが慣例となっている。ただし、第20回に優勝した、シカゴベアーズはその2日後に、チャレンジャー号爆発事故が起きたため、ホワイトハウスの訪問が実現しなかった。また第45回に優勝した、 グリーンベイパッカーズのデズモンド・ビショップは ID を忘れたため中に入ることができなかった。世界一の経済力を有する国である、アメリカ最大の祭典であることから、経済規模が非常に大きい。例えば、第47回の再販の観戦チケット代は、平均3278ドルであり、特別室での観戦では31万5000ドルと、 マンションの購入金額に匹敵する価格水準である。CM 枠が世界一高額なことで知られており、テレビ局の広告収入は2億2000万ドルを超えたと試算されている。経済誌、フォーブスの2015年の発表によると、スーパーボールのブランド価値は5億8000万ドルであり、1日あたりのそれであれば夏季オリンピックやフィファ、ワールドカップなどをしのぐ。 メルセデス・ベンツ・スーパードームは最多の7度のスーパーボール開催スタジアムである。その名にふさわしく収容時に6万人以上のスタジアムしか使用しないという規定が存在する。しかし、レギュラーシーズンでもチームによってはチケットの入手が難しい NFL だけにスーパーボールのチケットはさらに入手困難である。チケットは一般販売されず、 出場チームそれぞれに20%程度、開催するスタジアムのある州を本拠とするチームに、合わせて10%程度、全チームに1%程度分配する。残りをリーグが取引先、代理店、スポンサーに販売する形をとっている。分配を受けたチームもまず一般販売をせず、スポンサーやシーズンチケット購入者に優先して販売する。 このような入手困難性もあり、クルーザー、別荘使用権と交換を依頼する人がいたり、抽選当選の通知が指名手配犯をおびき出すためのおとりに使われたことなどもある。また、スーパーボールは中継する各国のテレビクルー、報道機関、観客にとどまらず、その雰囲気を味わおうとする観光客や、アメリカンフットボールファンも訪れ、開催都市には、 莫大な経済効果をもたらすと言われ、多くの都市が開催を希望する。開催地はオーナー会議によって数年前に決定する。開催立候補する都市には前述のスタジアムの収容人数のほか、それだけの観光客を受け入れられる宿泊施設、交通網などの施設が整っていることが求められ、そのため観光地や大都市圏が選ばれることが多い。 そして、毎年2月の第1日曜日に開催するため、2月の平均気温が10度以上の温暖な気候地帯であるか、風雪に耐えられるドーム球場があるという条件も満たす必要がある。そのため、フロリダ州、カリフォルニア州、アリゾナ州といった、ある程度温暖な地域やニューオーリンズ、アトランタ、ミネアポリス、デトロイトといったドーム球場を持つ都市などに開催地が、 偏ってしまうということが難点として挙げられる。特に寒冷地で開催される場合、ドーム球場がすでにあるか、開催までに建設されることが絶対条件とされてきた。実際、第44回はニューヨーク、第49回はカンザスシティで、それぞれ開催予定だったが、前者はニューヨークジェッツのドーム球場新設、後者はカンザスシティチーフスの本拠地、 アローヘッドスタジアムの改修が白紙になったためにいずれも撤回され別の開催地に変更されている。しかし第48回の開催地はニューヨーク近郊のニュージャージー州イーストラザフォードに建設されたメットライフスタジアムとなった。同スタジアム周辺の2月の平均気温は低摂氏4度近くという寒冷地であり、過去の例から考えると極めて異例の決定となった。 実際多くの NFL 関係者が、寒冷地での開催は一度きりの例外と語っている。長年スーパーボール開催のスタジアムを本拠とする、チームはそのシーズンのスーパーボールに出場したことがなく、このことは、スーパーボールの有名なジンクスとなっていた。2019年シーズンまでにマイアミドルフィンズは11回、ニューオーリンズセインツは10回ホームスタジアムが開催地となったものの、 一度も本拠地開催のスーパーボールに進出できていない。なお、カリフォルニア州パサデナにあるローズボールで開催された第11回、第14回のスーパーボールにオークランドレーダース、ロサンゼルスラムズがそれぞれ出場したが、いずれもオークランド、ロサンゼルスをフランチャイズとするチームではあるが、ローズボールは本拠地ではない。第十九回にはサンフランシスコフォーティナイ e ーズが、 隣接市にあるスタンフォードスタジアムでのスーパーボールに出場したが、これも同様である。第48回は、当時 NFL で唯一二つのチームが、本拠地とするメットライフスタジアムで開催されることになったことで、ジンクスが破られる可能性が例年より高まったが、ニューヨークジャイアンツ、ニューヨークジェッツともにプレイオフにすら進出できなかった。2017年シーズン。 ミネソタ・バイキングスがスーパーボール開催地をホームとするチームとしては過去最高のレギュラーシーズンの戦績13勝3敗を記録し NFC 第2シードを手にした。しかしそのバイキングスも NFC チャンピオンシップでフィラデルフィア・イーグルスに敗れてしまいスーパーボールに進出することはできなかった。しかし2020年シーズンに NFC 第五シードから勝ち上がった。 タンパベイバッカニアーズが NFC チャンピオンシップでグリーンベイパッカーズを破り本拠地であるレーモンド・ジェームズ・スタジアムでの第55回への進出を決めたことでこのジンクスが破られることになりタンパベイはこの大会を優勝で飾っている第46回スーパーボールハーフタイムショーでパフォーマンスするマドンナ前半と後半の間に行われる ハーフタイム賞に代表されるエンターテインメントも有名であり、特に1993年のマイケル・ジャクソン以降は、毎回有名歌手等によるミニコンサートが開催されるほか、試合前の国家読書にも多くの有名歌手が起用されている。2005年のハーフタイム賞を任された、ポール・マッカートニーが、スーパーボールでライブを頼まれるほど名誉なことはない。 と声明を発表するなど、世界的アーティストにとっても、非常に権威のある舞台となっている。ハーフタイム賞自体は、スーパーボール創設当初から行われていたが、1980年代までは、カントリーミュージシャン等の出演者が多く、ハーフタイム賞に入ると視聴率が10%近く、落ちるという問題を抱えていた。これを改善したい NFL サイドが、 マイケル・ジャクソンに出演を依頼、マイケル側も当初は難色を示したものの、スーパーボールが世界中で中継される上に、世界各地に駐留しているアメリカ軍関係者にライブで見てもらえることが決め手となり、最終的に出演を承諾したという。結果的に前半戦の視聴率よりも、マイケルのハーフタイムショーの方が高く、大成功を収めた。出演後、 マイケルにギャラを提示したところマイケルは、夢を見るには、お金はかからないよ、とギャランティーを断った。以降、ハーフタイムショーに出演するアーティストはノーギャラであり、また出演することは、成功の証となっている。最近では何らかの放送事故が起き、それにより、賠償騒ぎが起こる例がある。そのため、生放送での放送事故を防ぐため、 遅延喪失システムにより数秒間遅れで放送されることとなっている。ハーフタイムショーに関しては、ハーフタイムに視聴者が一斉にトイレを使うことで、上下水道に一気に負荷がかかり、水道管破裂等の問題が起きるのを防ぐために行われているという都市伝説まで存在する。1984年にソルトレークシティで実際に水道管が破裂したと、 具体的に都市名まで挙げられることもあるが、水道管が破裂したのは事実なもののスーパーボールと水道管破裂の間に因果関係はないという。ただ2007年にはマイアミ市で市当局が住民にハーフタイム中のトイレの使用を控えるよう呼びかけた事例も起きており、一部の都市では実際にリスクを抱えている。 大規模なイベントのためテロリストによるテロリズムの標的となる確率が高い。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件以降は特に厳重な対策が取られており、約60の機関が協力して地上にある対策本部に集まっている。監視は地上、上空及び海上で行われている。 スーパーボールの放映はアメリカ四大ネットワークの内 NFL の放映権を持つネットワークが持ち回りで放映権を獲得して生中継する。スーパーボールはアメリカで最も人気のあるプロスポーツリーグの優勝決定戦であり、同国のテレビ番組で年間視聴率ナンバーワンを記録し続けている。アメリカのテレビ誌においても歴代視聴者数トップ10の番組の中で スーパーボールが9つを占めている。a c ール戦調べによるテレビ中継の視聴率は1991年以降25年連続で40%を超えている。第49回大会ではアメリカのテレビ市場の最多視聴者数を更新した。第50回大会では視聴率が46.6%視聴者数が1億1190万人であった。 また、部分的に感染した人を含めた視聴者数は約1億6700万人と推定されている。このため、テレビ中継に流される CM 枠の価格は世界で最も高価で大手企業の大金を惜しみなくつぎ込んだコマーシャルが見られることでも知られている。2013年の時点で CM 枠の価格は30秒枠で平均380万ドルと言われる。 この CM 枠は初期の時代には一般のテレビ CM とほぼ変わらない内容のものが流されてきたがスーパーボール専用の CM で全米に大きな影響を及ぼした例としては1974年の第8回スーパーボールにおけるマスターロックのタフアンダーファイア1980年の第14回スーパーボールにてコカ・コーラが放映したジョー・グリーン主演の ヘイキッド、キャッチ等が挙げられる。その後、アップルコンピューターが1984年の第18回スーパーボールで、マッキントッシュの発売告知のコマーシャル、1984を放映し、一躍名を知られるようになったことで、その流れが決定的なものとなった。また、中継終了後には、ウォルトディズニーワールドリゾートの CM が1987年の、 第21回スーパーボールから毎年放映されており CM に勝利チームの主力選手が登場するのが恒例となっているしかしこの CM 枠は消費者に与える影響が良くも悪くもあまりに巨大なことから一般の CM 以上に演出の起伏が極端な映像が流される要因ともなっている2000年代以降におけるアメリカ国内のテレビ CM では 映像に占めるユーモアの割合が平均で2割程度なのに、対して、スーパーボール枠専用の CM ではその割合が5割以上にも、達し、年間 CM のトップ10に上げられるものが多い、一方で、ワースト10に同時に入るものも数多く見られる。広告解析の専門企業である、エースメトリクスの CEO のピーター・ダボールによると、広告において、最悪の事態は、 それが、視聴者の怒りを買う結果を招くことではなく、誰の関心も誘わないことである。行為でも嫌悪でもない中立は、広告にとって死に等しい。としており、結果として、人によっては不快に感じるかもしれないが、不買行動を含む、極度の像を招くまでは至らない技法として、ユーモアの要素が過度に注ぎ込まれることになっているという。それでも、近年では、 企業は炎上などのマイナスの波及効果が発生することを恐れて映像表現は次第に控えめになってきているとされている。アメリカ国外では世界200以上の国と地域で生中継される。テレビ視聴者数としては世界で2番目に多く視聴されている。なお、1位は UEFA チャンピオンズリーグ決勝。カナダ国内では CTV が アメリカのテレビ局との同時放映。ただし CM は差し替えられる。日本では当初は TBS 系列でさらに日本テレビ系列で独占性中継していた。衛星放送の普及や視聴率の低下から2012年以降は NHKBS1 と日テレジータスが生中継を行っている。地上波では日本テレビ系列で日本時間火曜未明。 総長隊に2時間に編集した、録画中継で放送されていたが、地上波の全国ネット放送は2012年をもって終了し、2013年以降の地上波放送は、関東ローカルでの放送となった。2014年の地上波放送は、バンハンネットにより、関東以外でもごく一部の地域のみでネットされた。アメリカ国内外の主要ラジオ局で放送する。 日本では2015年に J-Wave により初めてのラジオ中継が行われた。太地川が優勝チーム。ありがとうございます。